皆さん、カメラ回してるんでバンバンザイ。はい、バンバンザイ、ルナです。マジビ、楽しい。まあ、ぬるっと始まりましたけど、はい、まあ、夕方ってことなんで、夕飯食いません？え、食べたい。食べたい、食べたい。やっとご飯。じゃあ、島県作って、それでよし。いや、でも、やっぱりね、こういうのって初日じゃないですか。これはね、ウーバー。おい。これはね、やっぱりね、バンバンザイの女子メンバーに日頃ね、料理企画で作ってくれてる、それをね、本領発揮してほしい、フルにって思いませんか、島県さん。はい。え、それ女子が作れってことなの？今日はちょっと女の子の腕を試した方がいいんちゃいますか。確かにね。簡単なのでいいなら2人で作ろう。材料あるんだな。いやでも結構いろいろ入ってるよ。てか結構ギシ料理するんだ、自粛中とか。うん、する。鍋はいけるよ。じゃあ、あの4人でやった時の思い出して鍋やる。しよう。イエーイ。こんな早い時間からご飯食べれるの幸せだな。そう、ね、最近そうなんだけど、マジで。ルナも最近そうだ。マジで最近めっちゃ寝ちゃうから。だってさ、子供もさ、なんか寝たら夜寝れなくなるからって言ってさ。よし、米炊こう。何合炊いたらいいん、これ。何合18丁目で。何合目、何合18丁目、何合18丁目、愛がきの騎士の家。何この人、本当に島県邪魔くさい。僕、札幌の時何合住んでたの、何合住んでる人コメントしてください。何合18丁目いいですね。なんかこうやってさ、やっぱりね、女の子いるとね、普段楽しいですからね。もう何でも、だってお酒飲むのも女の子いるだけで飲みどん飲めちゃいますから。お前、お前、うるさい。お口使うな。指切らないようにね。ありがとう。こうやってたら喜ぶんですよ。楽しいね。やめるよ、このキャラ。はい、じゃあみんなできてね。食べたいと思うけど、はい、食べる前にすることは飲む。よし、手洗おう。ルナ、正解だよ。食べる前に飲む。飲んでから食べる。はい、ということで、どうせ1日目のハチメントの夜ということで、皆さんでご飯いただきましょう。はい、せーの、いただきます。幸せ。いただきます。うわ、うまっ。うん、うまい。おいしい。あっか。あのさ、うん、あれよね、部屋決めもしたしさ、うん、今日お風呂室に入ろうね。うん、仕方ねえな。誰と間違えてる？何したい、泊まりで。え、めっちゃ会話したい、すごく。わかる。なんかルールないの？決めたくない。なんか同棲するならさ、なんとか担当ってこととか、曜日で分けたりとかの。洗濯、食器、料理、あと掃除。おい、俺と島県は生きるってことを、ね、それはさ、男やかってしここね。そっか。うん、ガチで言われてんじゃん。食器洗いみんなやりたくないやん。じゃんけんしてん、あそこ。いいよ。全然俺やるよ。あやらしいのとか、これは。うん、皆さん見えてないと思いますけどね、今週めっちゃ足もじもじしてますからね。カメラ切った後、普通に胸ぐらつかまれますからね。やるやねえ、手間限の好感度下げたがりすぎ、うちら。とりあえずみんなで回っとこう。お風呂掃除、うん、ゴミ出すとかも。うん、出してみちゃ言っていい。うん、出した。何の企画取りたいね。でも絶対一個分かること言って、うん、絶対誰かしらドッキリかけるよ。かけるかな。嘘っぽい今の。でもさ、こんなにドッキリ仕掛けられてんのにさ、うん、なんか何時間後とかにさ、その話題さ、ケロッと忘れない。確かに、分かる。だからいつも引っかかるんだよね。でも学ばないから、うん、ドッキリしてほしくなかったら、普通にプライベートの隠しカメラとしてお風呂とかに設置しておきますよ。どっちがいい、それが企画にしたら。なんで人話題に絶対ボケ入れてくんの、あんたは。ごめん。てかお風呂とか、誰か、誰から入りたい？ルナ真ん中がいい人。最後じゃなければ何番でもいいかな。うん、最初か最後でいいかな。じゃあ最後ね。出たし、なんか嫌な気分になった。お風呂室に入ろう、みーちゃん。いいよ。しまけん一緒に入ろう。うん、嫌だ。最近、せっかく楽しみにしてる。それもそれで嫌だよ。完食。せーので、ごちそうさまでした。ということで、洗い物じゃ島県がやってくれるということで。はい、もちろん。じゃあその間にお風呂入って。うん、風呂借りますね。はい、はい、今ね、2人お風呂入ってるんですよ。
覗いちゃいましょう。やっちゃいますか。もう本当に開けちゃいますよ。やめろってマジ。開けちゃいます。やめろって本当に。お前また好感度上げようとして大きい声でやんな。おいやめろって。おい。何話してるかだけ聞かない。とりあえず。え何話してるって。ちょ今歌ってるね。髪の毛何染めようか今考えてますよ。お前はどっちの味方なのか分かんないんだよ。大丈夫かな、いいんじゃないって言って、多分俺に告白しようかとしてんのかな、どっちか。多分今日告白されるのかなと思いますけどね。早くしなきゃって言ってるんで、もう時間は待ってくれないみたいな、俺への告白を。ほうってことは、まあ今日どっちからか告られるんじゃないですか、僕。そんな気するんですけど。そんな真剣に聞くの。お前が聞けっつったんだから。いやいや、どっちなの。こんなにガチだとは思わなかったけどさ。あ、ごめん。ガチで入ろうとすんだもん。じゃあ、そろそろルームツアー。いや、別に入ってるとは限らないから、とりあえずルームツアーという一環で、一応お風呂今から行こうかなっていう。戻れ。どっちやねんお前。まああれだね、なんか俺ら21だから分かるけどさ、はい、修学旅行気分で楽しくないっていう。いやもう懐かしいね、なんかね、この感覚。女子の部屋とか行こうとしたでしょ。いや逆に来たね女子が。嘘つけお前、モテモテアピールすんな次は。お前あの時は先生っていうさバリケードがあったけどさ、今ないんすよそういうバリケードが。自分の意思っていう名のバリケード、うん、僕は21歳になっても18歳の時でも変わらないんで、はい、別に、まあこの同棲期間中、まあよからぬべきことが起こるかもしれません。やめろ。嘘だ。マジめっちゃ気持ちいい。おかえり。おかえり。ねえ、片付けてないじゃん。なんでやねん。これからやろうとした。ちょ、一つ俺も言いたいのは、うん、義姉、覗こうとしてた。キモ。え、それ今さ、カメラなんで持ってんのって思ってたわ。そっか、そう考え。誰が義姉が。え、それ本性なの。普通本性じゃん、ノリだよ。ノリでやろうとしてんのに、島県はなんていうの、止めるけど一応自分も興味ある優等生みたいな感じ。売るな売るな。来てカメラ持って、いややめろよやめろよって言いながら、ちょっと手はさりげなくこう。やーばーマジで。ということで早く片付けな。やるってやれやる言いながらカメラでなる。いやほらやってるアピールやめて。出たよ自分でやってるアピールやめて。さっきもやれって言って全然やってなかったもん。それはさ、それ見たいとかじゃなくて、修学旅行気分をちょっと味わいたかったっていう。何歳だと思ってるの。21歳だからこそ初心に戻ろうっていう。いやでも今後さ一緒にさ住んでいく上でさ、そういうのがさあったらダメだよ。それはちょっとダメじゃない。もしやったら何かあるんですか、罰でも。え、でもこれ結構重くない。普通にさ、だってここが別にルナがさ、ギシ君のことさ知らん人ですって言ってさ訴えればもう捕まる話。そうだね、じゃあじゃあ通報するでいい。不法侵入。いやでもそんなんじゃなくて今後じゃあやめよう。分かった、これ平等ね。そうね。じゃあもうあとは罪を犯しちゃダメっていうことで、みんなはい平和に行きましょう。器物損害しないでね。やば。はい。もうすぐ笑いやめんの。めっちゃバカおじさんだ。じゃあ俺だけ行ってきます。警察署。はい、楽しんでください。ありがとうございます。はい。じゃあ下宿風呂入るか。お風呂入りますか。いってらっしゃいませ。島県と一緒に覗くなよって。ガールズトークしてます。絶対覗くなって。あんたら覗かんわ。待てよ、部屋入ってこい。興味がない、うん、バイバイ。緊張してきた。島県と危ない行為しないでね。じゃあね、バイバイ。